小さい川にカタカナで春と書いて小川春です。こんにちは、こんばんは。どんな暗い闇も君の光、それさえあればいい。見えない波も越えていける気がした。シンガーソングライターのタクくんからバトンをもらいました。今まさにね、タクくんの楽曲制作をお手伝いさせてもらっている最中なんですけれども、そんな感じで作編曲だったりレコーディングだったり楽曲提供だったり、いろんなアーティストと一緒に音楽を作っています。そして僕自身もシンガーソングライターとして歌を作って歌ってピアノ弾いたりとかねしております。ツイッターの方で毎日即興っていうハッシュタグでですね、毎日一つピアノでの即興演奏をアップしています。この間600回を無事に迎えましてですね、また1000回に向かって走っていこうと思いますので、ぜひチェックしてみてください。あとね、キャンプが大好きなんですよ。アウトドア好きの皆さん、ぜひつながってください。今回は僕小川春がですね、曲を作るときに気をつけていることというのを2つお話ししたいと思います。1つ目はですね、飽きさせないこと。普通4小節単位でね、曲が進んでいくところを5小節とか7小節とか半端なね数にしてみたり、途中で違う表紙の小節入れてみたりとか、イントロから A メロ行くときに転調するとか、普通マイナーコードに行くよねっていう進行のところでメジャーコードに行ってみるとか、まあいろいろできることはあるんですけど、作りかけの曲をね何回もこう聴きながら、あ、今飽きてきたなっていうタイミングをこう逃さずに、そこで何か工夫を入れるっていうことを気をつけてやっております。二つ目は、気持ちいいっていう感覚、これを僕は大事にしています。メロディーにしろ、リズムにしろ、コード進行にしろ、自分がこれ気持ちいいって思うものを選ぶようにしています。はい、紹介が遅くなりました。ただいまご覧いただいているのは、シンガーソングライターのトミーくんと一緒に共作したポラリスという曲のミュージックビデオです。たった今お話しした飽きさせないこと、気持ちいいという感覚を大事にするということが体現されているんじゃないかなと思います。フルがですね、トミくんの YouTube チャンネルにアップされておりますので、よろしければご覧ください。で、僕のオリジナル曲はですね、各種配信サイトから聞くことができます。小さい川にカタカナで春で、検索してみてください。おすすめは勇気 is your key という曲です。ぜひチェックしてください。そして次に僕がバトンを渡すのはこの方です。佐々木千佳さんです。佐々木千佳さんとは一度共演したことがあるんですけど、声が、ビブラートが神なんですよ、もう。で、詩のセンスもいいんですよね。聞いてみたら、やっぱり本をたくさん読まれるっていうことなので、本好きの皆さんもぜひ繋がってみてはいかがでしょうか。それでは、最後まで見ていただいてありがとうございました。小さい川にカタカナで春と書いて小川春でした。それでは佐々木千佳さんにバトンをパスします。ありがとう。バイバイ。